マイケルシーンはイギリスの俳優、ニューポート出身、両親は共に人事労務管理、ジョアンという妹がいる。5歳の時にリバプールに引っ越し、その3年後にはウェールズのポルトテルボットに落ち着く。少年時代はサッカーに熱中し、12歳の時にアーセナルのユースチームにスカウトされるが、家族でロンドンに引っ越すことになるため、 両親はためらい結局それを受けることはなかった。結局シーンは10代の初めにサッカーへの興味を失う。両親ともに地元のアマチュア劇団やオペラに関わっていた。16歳の時にウェールズのナショナルユースシアターに参加。その後、王立演劇学校で演技を学んだ。1993年にルース・レンデル原作の悲しきギャローグラスでテレビに初出演。以後、 映画やテレビなどに出演しているが、1999年に舞台、アマデウス・デモーツァルトを演じて、ローレンス・オリビエ賞にノミネートされ、高い評価を得るなど、舞台俳優としても有名。2003年放送のテレビシリーズ、ザ・ディールと2006年公開の、クイーンで、当時のイギリス首相、トニー・ブレアを演じ、後者の作品で、ロサンゼルス映画批評家協会賞助演団優勝を、 受賞、英国アカデミー賞助演団優勝にノミネートされた。ブレアの首相辞任後の2010年にもテレビドラマとしてアメリカとイギリスで放映されたザ・スペシャル・リレーションシップでブレアを演じている。舞台俳優としては2006年から英米で上演されたフロスト・ニクソンで デビット・フロストを演じ、オリビエ賞にノミネートされるなど、非常に高く評価され、同義曲が映画化された際にも同役に起用された。両親がブリティッシュ・スティールの従業員であったように、ウェールズの鉄鋼産業を背景に生まれ育ったシーンは、俳優として成功し、拠点をアメリカに移してからも、出身地ウェールズのためのチャリティ活動や映画産業振興活動に、 積極的に取り組んできた。子供時代を過ごした街、ポート、タルボットの製鉄所が、経営難のため閉鎖される可能性が浮上した時には、BBC のドキュメンタリーの案内役を務めている。日頃から政治的発言も行っていたシーンは、2016年12月、ウェールズに戻って、極右ポピュリズムに対抗するための活動と俳優業を、両立させていくと発言した。 イギリスの女優、ケイト・ベッキン・セールと交際し、1999年1月31日に、娘リリー・モーシーンが誕生したが、アンダーワールド撮影後に破局。それに伴い、娘がロサンゼルスに移ったため、シー自身もロサンゼルスに移っている。ミッドナイト・イン・パリで共演したレイチル・マク・アダムスと交際していたが2013年に破局。2014年から、 アメリカ人コメディアンで女優のサラ・シルバーマンと交際するも2018年に破局。ありがとうございます。